どうも、こちら、ティミノです。今日も、バーサス、ともくんの解説をやっていこうと思います。じゃーん、行きましょい。スワップルールですね。まあ、このルールは、まず、どちらからスタートするといったところですが、プヨからスタートしていく。このスワップルールの、まあ、プヨのその、まあ、定石としては、まあ、どちらかといえば、先寄りの方が強いんですよね。まあ、なぜ先寄りの方が強いかっていうと、その、後寄りの、まあ、メリットである、合体戦術が、スワップ25秒しかないんで、結構その時間的に間に合わないっていうのが致命傷。さあ、これで、おーっと見せてしまった。一列目に赤乗せたかったですね。一列目に赤乗せたかったんですが、ちょっと回転、入れなかったか、二列目に単発消ししてしまって、三連鎖止まり、それに対してともくん本戦発火している。なんとかコンボパフェで温泉するがかなり、これ苦しいです。相手8連鎖あるんで、受けて、しっかり連繋ぎたいところだけど、コンボ付きの、T スピンダブルテトリスが強烈。しかも S ミノの回転が入らずに、なお連が繋ぎられなかった。一応、カサカサ連名して、不要がなんかできないかなと、試みたがさすがに何もできず。やっぱり単発消しが致命傷になってしまいます、ね。このゲームはその本戦の発火、絶対にその25秒以内に発火するか、次の手で発火できる発火確保をしなきゃ負け確になってしまうので。まあ、本当に、致命傷な置きミスでしたね、今の。さあ、パーフェクトライトいく。なんで、まあ、できるだけその先折りで、さっき言ったんだけど、先折りで、早めに折り返しを組んで、安定して連殺を組んだ方が、まあ、このゲームだと安定するかな。後折りでも、まあ、一応組めないことはないですけど、どちらかというと先折りの方が安定すると思います。さあ、お互い手取り差し込み。どちらかというと、地形的にはトモくん側の方がいいかな。さあ、お互いテトリス仕込んでるんで、ちょっと高めに構えて、緑蹴るか、これ。引けなかった。4列目に置けば、緑がなんとか引けたかもしれないですね。ここを乗っけたかったな。乗っけられなかったんで、1回3連鎖でお茶を濁す。それに対して、相手が、3ダブかな ?3 ダブ対応。リップ口寄らない。しっかりして、返されていくが、今の、プヨ側で一回ミノを置い、ミノじゃない、ツモか。ツモを置いて、テトリス側に切り替えるっていう、ね、結構、スワップの技術では重要な技術なんだけど、一回ツモ数を稼ぐっていう、まあ技術ですね。基本的に置いちゃうと振ると思うんだけど、ギリギリのタイミングでその置くと、置いても振らないタイミングがあるので、その技術をしっかり活かしたんですが、青が暴発して4ダブのコンボ付き。それに対して相手が、黄色赤までかな。さらにテトリスの割り込みが強い。今のその、コンボ付きのテトリスが割り込んだんで、これ、例えば、どっかツモ置くと、もうテトリス分の3ライン、コンボ付きの BTB 付きのテトリスだから、3段ぐらいが割り込んでくるんですよね。なんで、ちょっとツモが置けなかった。さあ、コンボを付けられなかった。痛いですね。このコンボが付けられれば、13連までの強烈のコンボ付き連が発火できたんですけども、コンボが付けられずに刺さっていった。やっぱり、コンボつけなかったね。最低でも単発でコンボつけられれば、多分今この量をしっかり返したと思うんで、本当にコンボをつけられるかつけられないかっていうのは、特にコンボ連の状態だと、もう天と地の差がありますからね。しっかり、相手のテトリスの攻撃が割り込んで刺されていきました。さあ、こちらちょっと開幕、若干迷っていたところに相手が DT 連っぽい形、しっかり素材外してテトリスを送る。積み込み的にはそんなに積み込めてないけども、ちょっと、と危なさそうですね。しかし、エルミノまでか。エルミノまでならなんとかなる。さあ、LJ。で、TB スピン耐性。地形的にはこっちの方がいいかな。相手1ライン消しでコンボつけてるけども、まあ、1ライン消しだと、火力は来ないので。さあ、しっかり先折りの GTR 組んでいく。若干なんか相手が打ってきそうな構えだったが、これちょっと大丈夫か。3列目にこれ黄色置かなきゃダメなので気づいていない。3列目に黄色が置かないと連鎖尾が全てオブジェになってしまいますね、これ。気づいてない上に、2列目の、紫も暴発させている。さあ、なんとか、これ、テトリスで頑張って耐え切ることができるか。コンボつけて、なんとか打っているが、さすがに相手の9連鎖に対して厳しいか。削って、歩みの。まあ、延命してるけど、仮に紫が来ていたとしても、3列目の黄色がないので、連鎖尾がオブジェってますね、これ。しかも紫も来ていない。これは、単純に見えてなかったですね。
ちょっと黄色を置く判断ができていなかったっていうのが単純に見えてなかった。なおかつ、紫も2列目で暴発させていたので、これはちょっとよろしくなかったですね。さあ、しっかり、それに対し、ともくんが9連鎖を発火して有利を捉えていましたね。さあ、それぞれもぎ取られてしまった。なんで、ね、やっぱりその、まあ、本戦っすよね、このゲームは。やっぱり本戦を、まあ、まあ、キーピオ外しとか、プヨツの技術だと結構いろいろあると思うんだけど、まあ、基本的には本戦一本でいいと思います、スワップは。本戦一本でしっかり、まあ、連鎖を伸ばして、まあ、残り5秒ぐらいになった時に単発を挟むっていうのがめちゃくちゃ強いですね。5秒以内になった時に単発で相手の本戦をしっかり、まあ、埋められるような形であれば、埋めてから、まあ、本戦を発火するっていう。まあ、結構、スワップにおける、まあ、テンプレの技術ですね。もう一つ見ていきましょう。しかし、やっぱり本戦を組めないと、ああいう風に、まあ、簡単に負けてしまうので、本戦をしっかり維持しておくのは重要ですね。さあ、次、先寄り GTR ですね。先寄り GTR に対して相手不機嫌かな。不機嫌 GTR、先寄りの不機嫌。しっかり連鎖日、黄色入れて、カニズミチックに連鎖を伸ばしていく。これはまあまあ火力は出そうだが、一回単発で一球して、そう、こういう単発が強いんですよね。しかし引けるか？引けなかったが、相手も単発消しなんで、なんとか大丈夫。黄色引けなかったんですね。さあ、相手 DT4。若干こちらミスっているんで、危ないですね。大丈夫か？ね、DT 連組まれるかなって感じに思ったけども、やはり組に行ってますね。タッチスピンダブル。STSD なんとか火力で温泉していきたいところだが、ネクスがやっぱりこの3つしかないっていう点もあって、結構、地形を合わせるのむずいんですよね。ティースピントリプルでなんとか返していく。目覚めよ。眠る星。さあ、相手かなりぶっ壊れてる。それに対し、ちょっと緑が間に合わなかったですね。で予想外のぶっ壊しに対し、混乱してしまって刺さっていきました。うん、まあ、ちょっとわからなかったな。相手の連鎖が、これは単純にわからなかったのがダメでしたね。まあ、本戦は結構きっちり組めてたと思うんで、発火さえできれば有利は取れてたと思うんで、まあ、まあ、よしとしましょう。さあ、今回も先ほど GTR。先ほど GTR に対し、相手が、これは、先ほどの土台かな。先ほどのサブマリンでいいのかな。さあ、しっかり黄色発火。黄色発火していくが、それに対して相手が紫が暴発していて、4ダブ止まり。それに対して、こちらは、青がなんとか暴発せずに、11連鎖かな ?12 連か。さあ、これはまあさすがに連鎖数で圧倒的に勝っているので、4連、8連鎖差か。さすがにこれは、勝ち確でしょう。やっぱり暴発してるともうそれだけで負け確になるんでね、本当に。いやー、かなり、やっぱり連鎖のその、確実というか、安定性が重要っすよね、マジで。スワップは。さあ、今回も先寄り GTR。先寄り GTR、やっぱ先寄り強いですからね。しっかり先寄りの土台を組んでいる。それに対して相手がザブトンいるしかな。さあ、緑ハッカーに持ってって、なんとか上に持っていく。組んで、緑ハッカーかな。ちょっと連鎖日削ってしまったが、まあ、紫が暴発してしまうので、妥協しましたね。妥協して発火していったのに対して、トム君がしっかりと赤までの、12連鎖を組んでいる。これは圧倒的に連鎖数で負けているが、なんとか耐えれるか。もう、置きミスした。危ない。ちょっと追い打ちが切ったら危なかったかもしれないですね、これ。なんとか削って、T ミノ、S ミノ、I ミノ、I ミノまで。だが、ちょっと、2回目の I ミノまでは間に合わないと察知して、一回ここで、3連消しまで妥協しましたね。コンボ付きで3連鎖。さあ、こっからしっかり組み直していき、相手まだコンボあったか。ギリギリコンボあった。コンボ付きの3連鎖に対して、まあ、コンボなしの4連鎖なんで、まあまあ、ちょっとだけ回復できます。一覧強。さあ、しっかりコンボつけて、このテトリスが強い。コンボがついてるんで、テトリスのね、連がさらに加算されているので、かなり火力高め。しかし、まあ、相手もしっかりコンボついてるんで、耐えてきました。不要側の地形では有利だけど、テト側の地形では若干不利って感じなんで、冷静に相対当てながら、立ち回っていきたいところ。テトリス。STSD 組んで、まあ、これは結構、その秒数が迫ってきているんで、相対当てし。
T スピンダブル、T スピンダブルと。冷静に2発を送って、相手2連3に対して、こちらコンボ付きの2連3。しっかり縦3で受けられているが、コンボ付きの2連3の追い打ちがどうだ。回して、耐えようとするが、さすがに下がっていった。コンボ強いですね。コンボ本当に、つくと、まあ、ただの2連鎖とかも結構降るんで、ちょっと連結が増えてれば、さらに、めちゃくちゃ降るんでね。本当にコンボ重要ですね。さあ、これ開幕前傾しちゃった。この場合の、まあ、テトリススタートの場合は、まあ、いつも言ってるけどね、コンボじゃなくて先打ちするっていうのが強いんだけど、まあ、今回はプヨからスタートしたんで問題ないでしょう。さあ、受けてから発火してくる体勢。こういう時難しいんですよね。コンボにしたか。コンボをつける判断にしていった。まあ、今の左側にめっちゃカサカサすれば、なんとか、多分持ち越せたと思うんですけど、ちょっとどうだったのかな。若干判断難しかったっすね。黄色ゾロを左側でめっちゃカサカサすれば持ち越せたと思うけど、コンボつける判断にしたけども、なお耐えられなかったですね。相手の本戦発火に対して。前傾戦地味に難しいんだよな、スワップルールの。結構いろいろあるんで、なかなかうまくいかないというか、思い通りにうまくいかないっていうのはある。まあ、ぷよ2でも前傾戦は難しいですけどね。あ、今回は、新 GTR。新 GTR に対して相手が、先ほどの GTR ですね。さあ、一回単発で、連鎖を刻んでいき、あ、送るか。あ、起きた。さあ、早めに発火していきましたね、相手。早めに発火していき、早めのパブローンって感じに発火していった。さあ、ティームのミスだ。ティームのミス痛い。さあ、なんとか、10連鎖で、有利取れたかな。直列もこれ強いんで、なんとか相手も耐えて、T スピンダブルからテトリス。さあ、これちょっと危ないぞ。若干危ないが、なんとか、エルミノで耐えていき、ちょっと判断良くなかったな、でもこれ。しっかり直通までしっかり、間に合わせていくのが無難だった。さあ、ニトリ強い。なんとか削って、延命。いやー、不利ですね。かなり不利。テトリス側の地形いいけど、これ、プヨ側でめちゃくちゃ不利なんで、かなりうまくやらないと厳しい。なんとかコンボつけるが、相手コンボ間に合わず、ちょっと、危なかったですね。コンボつけられて、テトリス側で追いつかれるとかなり危なかったんですけど、コンボがつけられなかったんで、こちら、一方的にコンボつけて、刺さっていった。ああ、まあ内容はかなりまあ負け試合に近かったかな、これ。危なかったですね、本当に。ぷよ側のもう地形が、地形というか、盤面って言った方がいいのかな。致命的すぎたんで、なんとかテトリスでゴリ押したって感じですね。まあコンボつけられれば結構テトリス火力増されるので、まあ相手がコンボつけていなかったんでね。そこに差が出たって感じですかね。なのでまあぷよでもテトリスも基本的には、まあ切り替わり間際はまあ絶対、絶対にコンボつけるって意識を、した方がいいですね、スワップルールは。本当に。まあ、一部例外もあるけどね。本当に、このツモを置けば、次でネクストで発火できるっていう状態だとか、まあ、例外はあるけども、基本的にはコンボを、まあ、つけることを絶対に意識した方がいいですね。はい、こんな感じで今日もご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。